河野ワクチン担当大臣は、来週17日に告示される自民党総裁選挙に出馬する意向を固めました。明日、記者会見を開き、正式に出馬表明します。河野氏は今日も麻生副総理と会談していて、立候補する意向を改めて伝えたとみられます。一方、河野氏の支援に回るか、自身が出馬するかで注目される。石破元幹事長は今日出演した番組で。 森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題について国が再調査すべきかどうかについて問われ国民の納得のために必要なことであればやらなければいけないと再調査に前向きな姿勢を示しました岸田前政調会長はこの問題で当初は国民が納得するまで説明を続けるとしていましたが 7日になって再調査は考えていないと軌道修正していて、総裁選の争点に急浮上しています。こうした中、茂木外務大臣と下村政調会長は、それぞれ総裁選に出馬しない意向を表明しました。